国学、国学、国学、政治、国学は、日本の江戸時代中期に没興した学問である。乱学と、並び江戸時代を代表する学問の一つで、和学、校長学、古学、古道学などの別名がある。工学の基部学問でもある。その扱う範囲は、国語学、国文学、稼働、歴史学、地理学、有色古実、神学に及び、 学問に対する態度も学者それぞれによって幅広い。それまでの四書五教をはじめとする儒教の古典や仏典の研究を中心とする学問傾向を批判することから生まれ、日本の古典を研究し、儒教や仏教の影響を受ける以前の古代の日本にあった独自の文化、思想、精神世界、古道を明らかにしようとする学問である。江戸時代中期。 元禄の頃の科学者慶中が創始したとされるが、後実のように、その源流は、江戸時代の初期からすでに現れ始めていた。なお、国学の子が使われるようになったのは、慶中を学んだ、門ダノアズマの頃からである。国学の方法論は、国学者が批判の対象とした、伊藤人才の古技学や古文字学の方法論より、多大な影響を受けている。国学は、儒教道徳。 仏教道徳などが人間らしい感情を押し殺すことを批判し、人間のありのままの感情の自然な表現を評価する。慶中以後の国学は古代日本人の精神性である古道を解明していく流れと実証により古典の文献交渉を行う流れとに分かれて発展することとなる。古道説は鴨の間ぶ元織の利長により、 儒学に対抗する思想の体系として確立されていき、主に町人や地主層の支持を集めた。この古道説の流れは、江戸時代後期の平田厚ために至って、復古神道が提唱されるなど宗教色を強めていき、やがて復古思想の体制から、尊王思想に発展していくこととなった。実証主義的な国学者としては、口述する、花は保木一、友野信友が知られる。 国学の源流は、木下勝利氏、戸田茂水らによって、江戸時代に形外化した中世科学を批判する形で現れた。そうした批判は、下神戸潮流、慶中の万葉集研究に引き継がれ、特に慶中の実証主義的な姿勢は、古典研究を高い学問水準に高めたことで高く評価された。彼らの万葉集研究は、水戸学の祖である、 徳川光国が物心両面で支えた、水戸の大日本史編纂と国学は深い関連を持っている。続いて、伏見稲荷の神官であった、加田ノアズマロが神道や古典から古き日本の姿を追求しようとする古道論を唱えた。そして鴨モノマは一部において矛盾すら含んだ、慶中と東麻呂マロの国学を体系化し、学問として完成させた。 馬淵は、儒教的な考えを否定して、古い時代の日本人の精神が含まれていると考えた万葉集の研究に生涯を捧げた。馬淵の門人である、元織のりは、源氏物語を研究して、物の哀れの文学論を唱える一方で、古事記を研究し、上代の日本人は神と繋がっていたと主張して、古事記伝を完成させた。この時点で、 国学はすでに大勢の域にあった。その後、ノ長没後の門人を自称した、平田厚種に至って、ノ長の持つ、古道論を、神道の新たな教説である、復古神道に発展させた。平田の思想は、江戸時代後期の尊王上夷思想にも影響し、国粹主義や広告主観にも影響を与えた。平田の弟子である形成家の佐藤信広の著作、しでと広くや、 近藤秘策などには、その傾向がよく現れている。元織のりなは、完成2年、1796年に、魚介外庫と、義を十外言を刊行したが、中野党によればこの署名は、中国、朝鮮を、西方の野蛮、エビスとみなし、これを万国に承認するアマテラスオーミの小国で、ある、我が国が、魚目ならす、すなわち投御すべきものとの立場によるという。 内容も、日本中心主義と、御子内外比に立って、外交交渉の歴史を解説している。佐藤信弘は、宇大近藤秘策において、盆栽多方を不略するのを暴破弱くして取り、利益きところより知るお道とす今に、当て世界一万国の中にお手広告より、してこ取り利益きと千端国の満つるより、取りリ,リアス話と述べ、出雲松江や、長州萩、博多から、 朝鮮半島を攻撃するという具体案を提示している。さらに、武力によって、満州、シナ、台湾、フィリピンを攻め、南京に皇居を移し、全世界をすべて広告の軍権となすと、世界制覇を無双している。吉田松陰は、朝鮮を攻めて、室を入れ、三木を放ずることいに西への政治のごとくならしめ、北は、満州の地を咲き、南は、台湾。 ルソン諸島を治め、新種の勢いを示すべき、国力を養いて取りやすき、朝鮮、シナ、満州を切り、従えんと、国中から弟子たちに書き送り、弟子の桂小五郎は、聖観論を唱え、畑区彦,彦はやがて明治初年には、これが具体化し、聖観論が台頭したと主張している。盲目の学者であり、ミトの大日本史編纂にも携わった、花一は、 和学講談所を設立し、国史の講義と資料編纂に従事し、国学のもう一つの実証主義的な流れを発展させていく。軍書類重は、古史料を修正者編、刊行したものである。のりナの古典の交渉的研究を継承して、近世交渉学派の大家となった、友野の信友も、ヒーフルバーゴロモを表した。平田厚種によって、 復古神道が体制された頃も、馬ぶの門人であった、村田春海らのように、慶中以来の実証主義的な古典研究を重視する立場から、平田国学に否定的な学派があり、一口に国学と言っても、その内情は複雑であった。その後、実証主義的な国学は、明治期の小中村清則らの手によって、近代以降の国文学の研究や、国語学、 民族学の基礎となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。